ところだったな。おいコック、お前仲間になってくれよ。俺の海賊船のコックに。はあ、お前海賊なのか。なあ、なんでまたこの店に砲弾なんか撃ち込んだりしたんだ。あれは事故だよ。正当防衛の流れ弾だ。なんだそりゃ。何にしてもこの店に妙な真似はしねえこった。ここのオーナーはもともと名のある海賊団のコックでな。へえ、あのおっさん海賊だったのか。そのクソジジイにとってこのレストランは宝みてえなもんなんだ。その上あの男に憧れて集まったコックどもは全員海賊ばりに血の気の多いやつばっかり。まあ海賊も往来するこの場所にはうってつけのメンツなんだけどな。ほんとめちゃめちゃ騒がしいもんなこの店。まあな、これが日常だ。最近じゃ海賊とコックの乱闘を見にやってくる客もいるほどだ。おかげでバイトのウェーターたちはビビって全員逃げ出しちまって。ああそれでか。俺に1年も働けって言ってんのは。なあ仲間になってくれよ。それは断る。俺はこの店で働かなきゃいけねえ理由があるんだ。やだ断る。な、何がだ。お前が断ることを俺は断る。お前はいいコックだから一緒に海賊をやろう。おいおい、俺の言い分聞けよ。理由ってなんだ。おめえに言う必要はねえ。今聞けって言っただろ。俺が言ってんのは俺の意見を聞き入れろってことだ。三枚に下ろすぞこのクソ麦わら野郎。なんだと。麦わらをバカにするとぶっ飛ばすぞこの野郎。話はってすまねえが。なんだ。俺はクリーク海賊団の銀ってものなんだが、あんたも海賊なんだろ。目的はあんのか。俺はワンピースを目指してる。グランドラインへ入るんだ。コックを探してるくらいだからあんまり人数揃っちゃいねえみてえだな。あ、こいつで5人。